はい、元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊すということで、令和元年の11月28日15時33分であります。なんかネット上ではきな草図と言われているそうなんですけども、まあエラ店ことこの偉い店長ですね。ちょっと見せたこと多分これなかったと思うんですけど、まあこの、まあ、偉い店長サーファーたかしみずにゃんというですね、でまあこのなんか知らないですがしょぼい企業で生きていくっていうね、まああのことで、今年の4月25日付で立花たかし先生偉い店長ということで、このように僕にサイン入りの本を送ってきてる、まあ正確に言うとですね、送ってきてるというよりもうちの浜田聡にこれを手渡して僕に渡すようにと言われて僕が浜田から受け取ったものであります。で今年の4月25日っていうのは我々 NHK から国民を守る党がですね、地方統一地方選挙で、32の議席を、いや39か議席数を39にまで、今34人なんですけども39議席まで拡大した時のですね、その直後です。まあ要はこのおそらくですけども、このエラ店こと偉い店長というのは私に近づいてですね、何らかの利益を上げようとしてたんだと思います。僕は何でもいいですけど彼とは電話も会ったこともないし電話もしたことないし、ツイッターやなんかそのインターネット上で絡んだことすらありません。で4月の25日にこの、まあ、サイリーの方をいただいてから僕は彼に何の連絡もしてなかったので、まあ、彼が、まあ、単純に一方的に僕に嫌われたのか相手されなかったのかで怒り出したんだと思います。で、サーファーたかし君もですね、彼はもう5年ぐらい前から僕のことが好きで応援してくれてたと僕は全然気づいてないんですけど本人はそう言ってます。元 NHK の下請け会社の社員のようで、まあもう正直もうよう分かりません。でミズニャンっていうのも以前は僕うちの党から立候補してくれないかと言ってたんですけども、まあ選挙の前参議院選挙の前にはうちの党は当選しませんというようなことを言っててですね、まあ見る目がないなと僕は思ったので、まあこの3人に関してはまあもうある意味僕は全くだから基本無視してたんですけども、参議院選挙で当選して以来うちが候補になったために、まあ、N 国の悪口を言うことによって、まあ、お金を儲けようとしているとかあるいは目立とうとしているというのが僕は顕著だと思っています。で、もう今後この3人についてはですね、これを最後にいたしますので、このキナクサーズ私はもう彼らのことをですね、インターネット上では一切語りません。もしこの3人のことについての質問があったとしても、もうこの方々については語りませんということにさせていただきます。で、だから彼らのことについて何らかのメッセージ、質問が来た場合には、ツイッターなどもブロックさせていただきます。もうね、特に今もう田野新庄さんと、まあお話をさせていただいているというか、やり取りをさせていただいている中でね、もう人の悪口を言ってお金を儲かる、僕もその時期がありましたから人のことは言えない部分はあるんですけど、その今の、まあ、新聞に関しても僕はテレビ新聞ですね、取材お断りをさせていただいておりますが、なんかもう人の悪口とか不幸を書いてお金をもらうのが、マスコミということで、彼らももうその典型だと思いますので、僕は直接皆さんに考え方を訴えていきますし、その間にマスコミとか他の人が入ってくることについては必要ないと思ってますから、この3人の方について何かコメントをされて僕に絡んでくる方は全部ブロックさせていただきます。知らずに質問された方についても、まあ、無視をさせていただくと、この質問についてはお答えしません。で、何か噂には僕を訴えているという話も聞きますので、それはもう全て弁護士さんに依頼をして弁護士さんに対応していただきます。僕が裁判所に行って対応するようなことっていうのは、まあどうしてもね本人尋問とかいう場合は行くかもしれませんけども、彼らについての裁判に関しても私は、法廷にも行きません。今後一切彼らのことについての発信はいたしません。
であと最後にね、もし彼らによってですね名誉毀損されてるよというような方、私は、公人ですから名誉毀損というのはダメ、やられることっていうのは OK なんですけど、例えば爆走とか言われてる人いますよね、この水にゃんに。でいわゆる爆走と言われてる人は公人ではありませんので、その人が彼に過去に、犯罪をしていたりとか、いわゆるその例えば売春ですか、そういったことを仮にしてたとしても、それを言うこと自体が名誉毀損罪になります。でつまり何が言いたいかというと、この3人さんに名誉毀損で、訴えたいというような方、何らかのことで訴えたいという方については、これは別途メールの方で、電子メールの方でシール、撃退シールをもらっている電子メールの方にですね、被害の状況を訴えていただければ、私の方で弁護士さんを紹介して弁護士費用をこちらで負担いたします。ちょっとあまりにも僕ねひどいなと思うとこがあるので、この3人から被害を受けたという方は、電話を受け付けませんが、メールの方でこういう被害を受けました、裁判できませんでしょうかと、名誉毀損というのは刑事も民事もありますから、ちょっとねさすがに人の悪口を言ってですねお金儲けをしている人っていうのはこのまま放置していいとは思っていません。ただ一方で知識がなかったりお金がなかったりして、水根はなんかはっきりと言ってますよね、悪徳 YouTuber をぶっ壊すとか言って、人のそのぶっ壊すっていうそうねパクリながら悪徳 YouTuber って、もう水根は自身が僕は悪徳 YouTuber じゃないかと思ってますから、そういうことも含めてこれ以上僕はネット上では彼らのことについてはもうこれで触れません、っていうのはとにかくこういうマイナス的な人といるとマイナスにこっちもなっちゃうので、それはもう触れません。ただお困りの方がいらっしゃればそれは対応させていただくということでね、とにかくもううちの党から立候補したかったけども公認もらえなかったから拗ねてるとしか思えないんですよ、僕から言えばね、言わせれば、僕と絡んでほしかったのに相手されなかったから逆恨みしてる人と僕は見ています。ということで以上です。元国会議員 YouTuber が NHK をぶっ壊す。